じゃあ次のコーナーに行ってみたいと思います。はい、続いてはこちらです。知りたいエウロゼア。知りたいエウロゼア。はい、続いては知りたいエウロゼア。もうちょっと答えたかったけどな。まあ、こんな感じでちょっと今後もやっていきますね。はい、はい、このコーナーはですね、はいはい、皆さんが知りたいと思ったエウロゼアの人、物、ことを、コミュニティチームが開発の方々にお聞きしまして、皆さんより、皆さんによりエウロゼアを知ってもらおうと思っているコーナーです。はい、では今日のテーマはこちらでございます。はい、今回はじゃじゃじゃん。お、エーテライト。そうですね、過去2回お送りしたんですが、はい、両方とも人物だったんですが、そうですね、今回はちょっと方向性を変えてみまして、はい、物へフューチャーしてみようかなと。そうですね、ほうほうほう。意外と。じゃあ早速進んでいきたいと思います。はい、ここもね、本当はね、時間があれば真宏さんをお招きしたかったなと思うんですけど、多分ね、サブ忙しいと思うんですよね。真宏さん来てくれないかな。できれば来ていただきたいなぁなんて。真宏さん忙しいですかね。あ、来てくれそう。じゃあちょっとみんなの休憩所って。おー、今日はスペシャルな回なんで、コミュニティ放送に特別なゲストが。あ、そう、そういうことなんですか。そういうことです、そういうことです。あ、このマイク使っていただいて、お願いします。なんか、何今から、ね、知りたいエウロゼアのコーナーで今ね、エーテライトに入ったんで、だったらせっかくなんで真宏さんに来ていただこうかなと思って、じゃあ無計画に呼びました。じゃあ僕、じゃあここでこうやってこうやってます、ね、はい、はい、ではでは、まずその前に基本のおさらいからということで、はい、はい、お願いします。はい、エーテライトの基本のおさらいですね。はいはい、はい、エーテル、まずエーテルのお話になるんですけど、はい、命の源であり、魔法の原動力となる力になっています。全ての生物がエーテルを宿しており、うん、また、大地もエーテルが流れています。そうですね、これを地脈と呼びます。はい、合ってますか。合ってます。ありがとうございます。え、こういう係。違います。あ、違う。なんか小話とかあった。あ、はい、まあ、今のところはじゃあ、はいはいはい、さて続いてです。デンジョンとテレポについてです。なんだって。ごめんね、なんか噛んだよね。デンジョン、デジョンとテレポについてです、ね。はい、まあ、俺の方がよっぽど噛んでんだけどね。ごめんね。地脈の流れに乗り、はい、瞬時に望みの場所へ行く、うん、転送魔法のことです。はい、デジョンについてです。精神的な負荷が少なく扱いやすい転送魔法、うん、その反面、エーテライトと深い結びつきが必要であり、ホームポイントを定めておく必要性がある。はい、はい、続いてテレポートです。はい、一度でも交換した場所であれば、どのエーテライトにも転送ができます。うん、しかし精神的負荷が大きいため、身を落ち着けて集中する必要があります。このため戦闘中には必要、使用できませんと。なるほどね、そういう理由だったんですね。精神負荷っていうのが弱いと、はい、エーテル酔いっていう状態になって、要は船酔いみたいな、はいはい、ウェップっていう状態になって、さらに行っちゃうととんでもないことになるから、あんまり一般人はテレポでそうそう使えなくて、うん、その中の冒険者っていうのはその精神力的にも強いから使えるんですよっていう設定です。うん、なるほど。今ね、コメントでね、なぜギルドっていうのが多いんですか。待ちなさい、順番に、順番にお伝えしていきます。なるほど。はい、はい、まずは、はい、はい、では続いてのパワーポイントをお願いいたします。はい、では本題でございます。はい、お願いします。はい、エーテライトとは、はい、はい、転送魔法の利用を補助するための装置です。うん、はい、結晶化したエーテルイコールクリスタルで作られている。はい、はい、エーテライトは地脈の流れの中で出口となる場所を示す灯台のような存在。はい、エーテライトがないと激しい地脈の流れの中で目的地を見失い漂流してしまう。地脈の流れが交差する、結節点に築かれております。そうですね、うん、これね、初めて聞いた時に、うん、俺、いやバカなこと言ってんじゃねえよと思われるかもしれないですけど、これエーテライトね、かさぶただなって思って。はそれは怒られる。かさぶた。エーテルがこう流れてるでしょ、吹き出して固まった。おお、かさぶた、かさぶただなって。ああ、うまいんだか悪いんだか分かんない。まあ、なんとなく言いたいことは言いたいことは、はい、はいはい、今わざわざ話遮ってまで言う必要あったか分かんないけど、うん、とりあえず言いたかったんですよ。うん、はい、はい、あ、じゃあ次に、はい、お願いします。次行きます。はい、ちなみにですね、エーテライトや転送魔法の設定は各都市のエーテライトプラザにいる衛兵さんが教えてくれます。はい、まあ、これ必須動線じゃないんで、
はいはい、うん、あの割とこう忘れがちなというか見逃されがちなキャラクターですけど、はい、まあ、今話したようなことをこの人たちが話してくれるって感じですね。なるほどなるほど。じゃあ気になった方はこちらの NPC に、うん、ぜひ、はい、エテライトの近くにいるので、はい、エテライトプラザの近くにいます。お話ししてみて、はい、はい、もう今すぐ戻ろう。この放送見てる人は今すぐエンテライトブラザーに行こう。から誰に言っても同じことを多分答えてない。どこに行ってもいい。別の話じゃなくて同じ話、うん、中心は同じ話、はい、じゃあ覚えてない人も聞いてない人も行こう、はいはい、うん、ではでは次のパワーポイントお願いします。はい、お願いします。ではさらに詳しくエンテライト、はい、ということで、はい、お願いします。なぜ集落にしかないのか、うん、エーテライトを作ることができるのは、うん、地脈の結節点のみでどこにでも作れるわけではありません、はあ、地脈の結節点とは生命エネルギーであるエーテルが濃い場所であり生物が集まりやすい、はい、例えば砂漠にあるオアシスなど結節点は周辺エリアの中で最も生命が過ごしやすい場所になっています。そのため古来から自然と地脈の結節点のそばに集落ができる傾向があり逆説的に集落がある場所にエーテライトを作りやすいのであると。もうあれですよ、あの川とか、はい、水のあるところに集落ができるもんなんですよ、はいはい、人は飲み水を確保するために、うん、そうですね、古来からそんなもんです、うん、同じである同じようなイメージでいれば分かりやすい、うん、はい、分かりやすい、なるほどね、はいはい、じゃあで要は便利だから人が集まってくるんですね。なるほど、うん、エーテライトができて便利だから、うん、さあ、コメントでも先ほど出ましたがお待たせしました、はいはいはい、ギルがかかるのはなぜと。お、来た、はい、お答えしましょう、はいはい、なんで、はい、なんで、第7零歳時にエオルゼアの地脈が荒れ狂い、うん、既存のエーテライトが使用不可能になってしまいました、うん、その際に各都市が協力しシャーレアンの技術者を雇って転送網を復旧させました、うん、これに必要とした費用と日頃の保守整備に必要な維持費を工面するために利用者から撤収していると徴収していると。大変なんです。なるほど、維持費がお金がかかる。お金がかかるから、はいはい、ちなみにですね、その自動的に引き落としに見えるのは、利用料金の支払いシーンを省略しているだけ。あ、ちゃんと払ってんだよ、こうやってね、はいっつって、うん、すごい勢いで受け取りに消えるみたいな。なるほどね、違いますかね、うん、普通に受け取ってるところは書いてないだけですね。なるほど、省略してるって言ってるじゃん別に俺の誰も加速装置は使ってないから大丈夫です。ある意味において俺のさっきのかさぶたよりそれひどいからお前読んだだろそれっていう省略し、うん、動きを省略してた。そうですね、で皆さんのおかげでエーテライトは健全に運営されておりますと、はいはい、なるほど、ありがとうございます。続いて、はい、そもそもですね、誰が作ったのか、はいはいはい、現在各都市にあるエーテライトは第7零歳後に各都市が協力してシャーレアンの技術者を雇って再建させたものです。魔法学やエーテル学が発達したシャーレアン抜きには再建できませんでした。シャーレアンすげえな、すごいですね、何でもできますね。スーパーマン、スーパーマンってわけではないです。やっぱりあのなんていうんですか、いわゆる先生方の集まりだと思っても、ね、学者さんの集まりだから、はい、いろんなそこから知恵を借りて、はいはい、当然作ったのは、うん、あの地元の人間かもしれないし、はい、一括して管理してる人間かもしれないけど、例えばウルダハだったらロロリドのところがやってたりもするので、うん、その管理あのしてる人間かもしれないけど、やっぱそのもの作るにも要は設計図ってなくて、はいはい、なくて、その設計図を変えたのがシャーレアンの人間。あ、なるほどね、手ほどきというかそんな形。そうです、そうです、はい、では続いてに参りましょう、はい、エーテライトの歴史。エーテライトはね、やはりさまざまな種類があると思うんですが、はいはいはい、ではまずこちら現代のエーテライトです、はい、これらはですね、シャーレアン人が、発明したわけではなく、はる、ね、か以前の人々が作ったものを調べ、研究することで再現に成功したもので、はい、古いタイプのエーテライトは古代の何者かが設置したと言われている。ほう、何者か。この現代のエーテライトっていうのはやはり 2.0 シリーズといいますか、うん、あちら側にある。そうです、そうです。なるほど、はい、ほう、何者かは分からないですね。何者か、うん、ロストテクノロジーだったものをうまいことこうエイヤーと、あのさっき言ったようにシャーレアンの人たちが、はい、研究した結果として再現したっていう、はいはいはい、はい、では続いてのエーテライトへ行ってみましょう。はい、はい、続いては旧式のエーテライトです、うん、はい、これ最近よく見るやつ。そうですね、はい、第6零歳
第6西暦、中頃、1000から1500年前に作られたタイプがこちらのものになっていますと。こちらはあれですよね、 3.X シリーズといいますか。そうですね、うん、そちらのエリアに広くあるね。もう早速形が違いますもんね、うん、これはあれなんですかね、あのシャーレアン人がどうこうしたわけではなく、もともとあったというか、あもう、うん、私はもうこれもシャーレアンの頃は復興した状態ではあるんですけど、まあ、もう本当に大昔のやつなんで。なるほどなるほど、うんうん、では最後のエーテライトを見てみましょう。はい、最後です。はい、古代のエーテライトです。また形が変わります。はい、第6西暦初頭1500年前にはすで、に存在していたタイプと、うん、さらに、あそうですね、第7零歳時に生じた地脈の流れで、うん、壊れてしまったものが多いと、はい、直前までは動いていた。ああなるほどです、ね、零歳が起きるまで、第7零歳が起きる前までは、まあ、特に吸盤とかでは動いていたものが、はいはいはい、まあ、地脈が大きく乱れた状態によって、まあ、要はバーストしちゃったんで、うん、はいはい、これもね、壊れてそのまま放置されているという、はいはい、ファルコンネストのところにあったりしますからね、うんうんうん、はあ、なるほど。そしてさらにさらにですね、続いてパワーアップお願いします。はい、各年代のエテラ、うん、そうですね、この3種類があると。でこれ以外にも、これ以外にも、はい、自然発生したクリスタルを応用した例ですとか、はい、古代のエーテライトを利用した例、はい、はい、うん、はい、万族たちも、独自にエーテライトを用いていますが、はい、これらも彼らが発明したものではなく、あ違うんだ、ね、古代の文明の遺物を再利用したものや自然に生じたクリスタルを応用したものがほとんどであると。お、まあ、一般的なバンフークリスタルっていう、はい、あのバンフー、うん、ごめんなさい、バンフーエーテライトって呼ばれてるんですね、はい、結構だから形がね、もうここまで来るとユニークなものが多いというか。そうですね、まあ、写真にある通りなんですけど、うん、普段街中で見かけるものとは全然、もう自然発生したのなんか特にすごいですよ、そのまま使っちゃってる、そのまんまですもんね、はい、古代のやつもさっきのとはやっぱりね、利用した例にはなってますけど形違いますもんね、面白いですね。まあ、そのまま無垢のまま置いてあるみたいな感じですね、はい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 、クリスタルをそのまま本当に使ってる。さらにさらに忘れてはなりません、はい、もう一つあります。はい、これですね、アラグ式エーテライトです。はい、さらに、アラグの文明も、独自にエーテライトを製造していたことが判明していますが、うん、果たして彼らが発明したものなのか、それより昔の時代にすでに存在、すでに存在していたのかはまだ分かっていないと、はい、謎中の謎、割と謎。なるほど。ただアルフィノとかはメインシナリオを追ってる最中にこれに割と興味を持ってたりもしてたので、はい、まあ、なんかそのうち掘るんじゃないですかきっとおやおや、掘っていくんじゃないですかね。おやおや、なるほどね。おやおや、じゃあいずれ、アルフィノが、そもそもあんなに科学が発達してるのにエーテライト使ってたのかよとかね。なるほど、そもそも転送も別物でみたいなのですよね、うん、たまたま現代の冒険者たちがエーテライトで使えてるだけかもしれないみたいな、まあその実例があるんじゃないですか。最後そこまで行きました。ちょっと今はちょっと鳥肌立ちました、大丈夫ですか、まあ、言うだけただなんで。そういうことですか、そういうことですか。はい、ということで以上をもちまして、はいはい、知りたいオルゼア、知りたかったことは分かったけど新たな謎が増えた回でしたね。そんなもんすよ。それ全部しちゃったら世の中つまんないって。